皆さんこんにちは。プラモ大好き、ラジコン大好き、スネキチ兄さんです。スネオです。今日も楽しく戦隊ヤマトを作っていくよ。今日は攻殻砲を作って改造してみようと思う。そして動かしてみようと思う。兄さん、攻殻砲って何？それはね、戦艦などに搭載されている戦闘機など上に向かって撃つ対空兵器のことだよ。へえ、そうなんだ。ヤマトの攻殻砲は口径 12.7cm、 重量 20.4トン、初速 720m/秒、 発射速度毎分最大16発、最大射程 15.2km もあると。へえ、すごいんだね。こうして弾を人間の力で運んで装填すると、弾の重さは 34kg もあったんだよ。へえ、すごいね。そして弾を装填して放射装置で狙いを定めて砲塔を回転させるんだ。そして砲弾を込めて発射するんだよ。この攻殻砲は大型戦艦や小型戦艦などいろんな戦艦に搭載されているよ。まずは混合型、小型、伊勢型、長門型、そしてヤマトにも搭載されているんだ。まずはキットのまま組んでみたけど、これはディテールアップをした方がいいと思うんだよね。なので砲塔内部を自分で作ってみようと思う。まずはメタル方針を組み込んでいくよ。これは太さ 1mm のアルミパイプを方針の長さにカットしていくんだ。へえ、そうするとかっこいいね。そして上下稼働するように改造するよ。重りはいつものように釣りの重りを使うよ。このように重りの重さによって方針が上下するようになってるんだよ。へえ、主砲や副砲の仕組みと一緒の仕組みを使ったんだね。そうだね。このように内部に凹凸をつけることによって重りが押されて方針が上下するようにしていくんだよ。へえ、そうなんだ。このように内部に凸凹のある回転板を取り付けて、内部の凹凸によって方針が上下するような仕組みにしてるんだよ。へえ、よく考えてるね。兄さん、これは砲塔も左右に回るようにするの？そうだね、ラジコンメーカーを組み込んで回るように改造するんだ。そしてテストもうまくいったんで6砲塔分作ってみるよ。まずは風防付きの砲塔6門から作っていくよ。3つ残ってるよ。まあいいんじゃないか。今度は爆風よけカバーなしの砲塔も作ってみよう。これもキットのままよりも試作した方がかっこよくなるんで作ってみたよ。このようにメタル方針を組み込んでみたんだ。できたよ。さあ、ラジコンメカを組み込んで実験してみよう。このように砲塔につながれたプレートを前後に引っ張ることによって砲塔が左右に動くような仕組みになってるんだよ。へえ、なかなか複雑だね。なかなか変態的なメカを作るね、兄さん。
上の方と動かしてみるよ。うん、なかなかスムーズに動いてるんじゃないかな。今度は下にある風防付きの砲塔を動かしてみるよ。へえ、すごいね。ちゃんと砲塔が左右に動いて方針も上下してるんじゃないかな。うん、そうだね。なかなかうまくいったんじゃないかな。そうだね、なかなかテストもうまくいったし、いい感じなんで塗装して船体に組み込んでみよう。楽しみだな。さあ、準備ができたぞ。ラジコンメクも組み込んだよ。さあ、テストしてみよう。土台の部分は塗装してないけど、これも後で塗装する予定だよ。さあ、それではラジコンメカで動かしてみよう。おお、すげえ。なんか宇宙戦艦ヤマトのパルスレーザーみたいになってるよ。いい動きだね。うん、その元になった動きなんだよ。これは戦艦ヤマトだから。そうなんだ、勉強になるな。いい感じだね。総員配置につけ、対空戦闘。うん、なかなかかっこいいね。今日もなかなかうまくいったんじゃないかな。それでは反対側も動くように改造しないとね。それでは今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。